ビジネスプロセスモデリング表記法とはワークフローとしてビジネスプロセスを描画するグラフィカルな標準記法である。BPMN はビジネスプロセスマネージメントイニシアティブが開発し、オブジェクトマネージメントグループとブプミーが2005年に合併した後は OMG が保守している。BPMN による BPD の例。BPMN とはユーザーがシステムに要求する業務の流れを記述した図。 BPMN の目的は、すべてのビジネス関係者が容易に理解できる標準記法を提供することである。ビジネス関係者には、プロセスの作成、更新を行うビジネスアナリスト、プロセスの実装を行う技術者、プロセスを管理するマネージャーなどが含まれる。さらに、BPMN は、ビジネスプロセスと実装の間によく発生するコミュニケーションギャップを埋めることを意図している。現在、 ビジネスプロセスモデリング言語、ツール、方法論は多数存在している。BPMN はそれらの表現を統一する可能性を持っている。最新版である BPMN2.0 は2011年に発行された。BPMN は2013年に国際規格 ISO-IEC19510 になっている。BPMN は ビジネスプロセスを中心とした概念のモデリングだけに利用可能である。つまり、ビジネス以外の目的のモデリングは BPMN の範囲外である。例えば、以下のようなモデリングには BPMN は適していない。また、BPMN はデータの流れとデータ成果物とアクティビティの関係を図示するが、データフローズなどとは異なる。ビジネスプロセスモデリングは、 様々な人々が様々な情報をやり取りするのに使われる。BPMN はそのような広範囲な利用をカバーし、見た人が容易に理解できるようになっている。BPMN のモデルは以下の3種類に分類される。特定の組織内のビジネスプロセスであり、一般にワークフローあるいは BPM プロセスと呼ばれる。スイムレーンを使った場合、個別ビジネスプロセスは一つのプール内に含まれる。 ことになる。プロセスのシーケンスフローもプール内で閉じていて、プールの境界を越えることがない。メッセージフローは、プール境界を越えることができ、別の個別ビジネスプロセスとの相互作用を表す。個別ビジネスプロセス間の相互作用を表現する。相互作用に直接関係しない個別ビジネスプロセスの詳細部分は表示されない。このため、抽象プロセスでは、 ビジネスプロセス間のメッセージフローを中心として、それらの相互作用を表す。抽象プロセスをプール内に描き、より大きな BPMN 図の一部として、他の実態とのメッセージのやり取りを描くこともできる。また、抽象プロセスと個別ビジネスプロセスを一つの図に描き、それらの関係を示すこともできる。複数の企業などの相互作用を描く。この場合の相互作用は、 メッセージ交換パターンを表すアクティビティのシーケンスとして定義される。協業プロセスをプール内に描いて、個々の相互作用をプール内の別のレーンに描くこともある。この場合、各レーンが2つの関係者間の1つのやり取りを示す。また、複数の抽象プロセス間のメッセージフローによる相互作用を描くことで協業プロセスを示すこともある。 各プロセスは個別にモデル化することもできるし、より大きな BPMN 図に一緒に描くことで、各々の,の,の相互作用を示すこともできる。協業プロセスと関連する個別ビジネスプロセスを一緒に描き、業者の関連を描くこともできる。これらの BPMN サブモデルから様々な図を描くことができる。それらの図を BPD という、いかに BPMN でモデル化できる。 ビジネスプロセスの種類を示すのついたものは実行言語にはマッピングされない。BPMN はこれらすべてを描くことができる。しかし多くのサブモデルを一つの図に描いてそれらの相互作用をメッセージフローで表した場合人によっては理解するのが難しくなることに注意しなければならない。したがって BPMN で図示する際には何を伝えたいのかを忘れないようにすることが 大切である。BPMN の基本要素、BPMN によるモデリングは、少数の四角要素を使った単純な図で表される。それにより、フローやプロセスをビジネスユーザーにとっても開発者にとっても理解しやすくする。基本要素は、以下のように分類される、フローオブジェクトイベント丸で表され、何らかの事象の発生を示す、開始、中間、終了などがある。 処理のきっかけや結果を表す。アクティビティ角を丸めた四角形で表され、実施すべき作業を示す。タスクとサブプロセスに分けられ、サブプロセスには底辺に、プラス記号が付与される。ゲートウェイ必至型で表され、何らかの判断を示す。経路の分岐と結合にも使われる。接続オブジェクト接続オブジェクトは、フローオブジェクト同士をつなぐ。シーケンスフロー実践矢印で表され、 アクティビティの実施される順序を示す。ゲートウェイを支点とするとき、支点付近に斜めに横切る線がある場合、それが、デフォルトの経路であることを示す。メッセージフロー破線白抜き矢印で表され、結ばれたものの間でのメッセージのやり取りを示す。関連破線で表され、フローオブジェクトと成果物の関連を示す。スイムレーンフローオブジェクトの実施者を、明確化する際に使用する。 プール大きな四角形で表され、内部に複数のフローオブジェクト、接続オブジェクト、成果物を描く。レーン部署や役割等によってプール内を区切った場合、その各々がレーンとなる。成果物図をより分かりやすくするために補助的に用いる。データオブジェクトある作業で必要とするデータや、生成されるデータを分かりやすく示すために用いる。 グループ角の丸い一点左線の四角形で表される。異なる作業をフローとは無関係にグループ化するのに使われる。注釈図の理解の補助となる注釈。フローオブジェクトや成果物を独自に追加して図をよりわかりやすくすることもできる。BPMN はバージョン2.0に移行した。同じ略称 BPMN を用いてはいるが、正式名称はビジネスプロセスモデルノタチオン。 に変更された。新しい BPMN2.0 は、気泡、メタモデル、交換用の形式を定義する単一の仕様を持つ、ことを目指している。BPMN2.0 は、次の機能を持つ。仕様のベータ版は2009年9月に公開され、最終版は2010年6月に公開された。OMG BPMN2.0。2018年12月5日閲覧。ISO i e c 一万九千五百十二千十三 i s o 二千十八年十二月五日閲覧 OMG ビジネスプロセスモデルのタチオン立ち音 2.0β1 スペシフィケーション2009年十二月六日閲覧 o m g b p m n 二点零スケジュール二千九年十一月十二日閲覧ブルースシルバー b p m n 二点零ステータスアップデート 2009年12月6日閲覧、ありがとうございます。